こんにちは、ハギです。今回はですね、こちらプーマのランニングシューズ紹介していきたいなというふうに思います。ついにプーマからもカーボンプレート搭載の厚底ランニングシューズが登場しました。こちらその名もDB8 ニトロ。今日はこちらのシューズ紹介していきたいと思います。ついにですね、プーマからもカーボンプレート搭載の厚底ランニングシューズが登場しました。もうすでに情報解禁になっているので、気になってるぞというランナーは相当多いんじゃないかなというふうに思います。もう見るからに今までのプーマのランニングシューズはちょっと雰囲気が違う、異様な空気感を漂わせてるんですけども、実際にその通りです。今までのプーマのランニングシューズは次元が一つ変わったような、そんな仕上がりになってますので、まあ、今日は細かく紹介していきたいというふうに思います。まあこのディベートニトロ、まあ一言でね、まあ表現すると、まあ走力問わず、まあどんなランナーでも恩恵を受けられる、そんなカーボンプレートシューズ、まあそんなね、表現が正しいかなというふうに思います。まあ特徴はね、なんといっても、このニトロフォームですね。まあプーマオリジナルフォーム材、ニトロフォームがミッドソールでフルレングスにバーッと搭載されている。これがなんといってもね、今回の魅力なのかなって思いますんで、この後ね、みっちりとこのニトロフォームについても紹介していきたいというふうに思います。で、今回紹介する順番としては、まず最初にアッパーを紹介して、続いてカーボンプレートの話、そして最後にね、まあ、ニトロフォームの話をしていきたいと思います。まず商品ちょっと見ていきましょうか。まあ、これが外側ですね。後ろ。内側。で、これがアウトソール。まあ、こんなね、仕様になってます。まず最初に、ね、アッパーの話からしていきたいんですけども、素材はエンジン&メッシュアッパーを採用していて、まあ柔らかくて通気性がいい、まあそんな仕上がりになってるんですが、もう先に言うと、正直このアッパーの包み込み感で言うと、申し分ないです。これはもう先に言います。で、今まで他のランニングシューズでも言っているんですけども、このアッパーの包み込み、もう最近はね、とにかくどのメーカーも最高レベルに僕は達してると思ってるんですよね。それはプーマのディベートニトロも一緒で、とにかく足を入れて違和感の感じるシューズを探す方が正直今難しいかなというぐらい、もう最高レベルに僕は達してると思ってます。で、ちょっと前のランニングシューズって、まあ、履いた瞬間、履き心地がいい、普通、違和感がある、この3カテゴリーぐらいで分かれてたんですけども、今のランニングシューズってこのアッパーだけで言うと正直違和感あるものはほとんど僕はないと思います。それぐらいどのメーカーもこのアッパーの釣り込みっていうのは本当最高レベルに、まあ、達してるかなというふうに思うので、今回のディベートニトロに関しても、まあ、申し分ないし、足を入れた瞬間の違和感がないし、しっかり積み込んでくれるという感じはあります。で、今回特徴としてはね、このかかとのホール感ですね。まあ、前足部のこのアッパーの積み込みも重要なんですけども、最終的にはやっぱかかとのホールド感がすごい重要になってくるんで、まあ、今回のディベートニトロでいうと、まあ、特徴がね、こうかかとにボコッと外側も内側も入ってるんですが、このかかと部分にクッション材みたいなものを入れてみて、足を入れた時にかかと部分をしっかりガッとキャッチしてくれる感じなんです。これがね、ホールド感を高めてくれる、まあ、一つの要因になってます。なので前足部のアッパーの積み込み感、肌触りはいいのに加えて、かかと部分もこのクッション材でキャッチしてくれてるので、かかとのホールド感も比較的高い、まあね、そんな仕上がりになってるので、まあ、全体的に足と靴が一体化になってるっていうところで、まあ、申し分ない、まあ、仕上がりになってるのかなというふうに思います。で、続いて、カーボンプレートのね、話をしていきたいなというふうに思うんですが、今回、ディベートニトロに搭載されているカーボンプレートは、比較的、まっすぐに、まっすぐのカーボンプレートが今回搭載されています。で、これ特徴は何かっていうと、一回まっすぐに入ったカーボンプレートをしっかり使いこなすには、こう、足をバンって離すっていうよりかは、しっかり踏み込んでから足を離してあげる。そうすることによって、カーボンプレートが、まあ、しっかりしなってくれる。まあ、そんなね、仕上がりになってます。まあ、他のメーカーのシューズだと、比較的、スプーン状とかでね、カーボンプレートが入っている場合が多いんですけども、スプーン状で入っているカーボンプレートの場合、足を設置した瞬間、もうカーボンプレートがもうほぼしなって、すぐに推進力を生もうとするんですよね。なので、そのタイミングに合わせて足を離してあげなきゃいけない。なので、こういった作りのシューズっていうのは、まあ、ミッドフットもしくはフォアフット組ぐらいについて、設置時間を比較的短くしてあげる。もうちょこんとついて、カーボンプレートがしなって、靴が進もうという瞬間に合わせて、
足を離す上げなきゃいけないわけですよ。なので、まあ、初心者ランナーとかの場合、かかとからついてぐにゅーっと設置時間が長いランナーっていうのはカーボンプレートがしなって進む感覚と足を離す感覚がずれてしまうので、ワンテンポ遅れて、まあ、使いこなせないということが結構言われてるんですけども、今回プーマのカーボンプレートに関しては比較的まっすぐに搭載されているので、足をついてすぐに離してあげるっていうよりかは、しっかりついて踏み込んで自分の感覚で自分のペースでカーボンプレートをしならせて進んであげるっていうシューズに近いかなと思います。なので冒頭に言ったように、まあ、走力問わずどんなランナーでも恩恵を受けられやすいカーボンプレート搭載シューズといったところが今回ね特徴の一つなのかなというふうに思います。なので実際走っててもわかると思います。自分でカーボンプレートをしならせて進むっていうような感じ。靴に走らされてるっていう感覚っていうよりかは、自分で足を離した瞬間に推進力が生んでくれるようなね、感じだと思います。その分、スプーン状に入ったカーボンプレートの推進力と比べると若干弱いと思います。そこの部分で言うと、カーボンプレートだけのしなりの推進力だけで言うと、ちょっとそこは弱くなります。ただし、言い方を変えると、自分で扱いやすいカーボンプレートなのかなというふうに思います。まあ、シューズに走らされてるっていうかは、自分の感覚でしっかり踏み込んで安定感を高めて、まあ、推進力を生んであげる。そんな感覚だと思います。まあ、スプーン状に入ったカーボンプレートの場合だと、やっぱこう走らされてる感覚があるので、どうしても無理な動きが生じてしまったりとか、設置の安定感がやっぱ悪くなってしまうんですね。まあ、足をついた瞬間靴がこう進もうとしてしまうので、どうしても足をしっかりつくことができない、もう慌てて足を離さなきゃいけないっていうところで、まあ、設置の安定感が悪くなってしまうんですけども、まあ、今回はまっすぐに入っているカーボンプレートっていうところなので、しっかりまず設置の安定感を高められるところですね。まあ、そこから自分の足でしっかり進んであげるっていうところなので、万人ね、まあ、対応するモデルなのかなというふうに思います。なので逆にトップレベルの人からすると正直物足りなさを感じる可能性はあります。まあ、フルマラソン2時間20分とか2時間30分で走るようなランナーのレースシューズとしては若干物足りなさを感じるのかなというふうに思うんですけども、それ以降ですね、サブ3以降のランナーだったらどこでも当てはまるよね。まあ、そんなシューズになってるのかなというふうに思います。まあ、重量で言うと、これ27センチで253グラムぐらいなので、まあ、レーシングシューズとしては若干重たい方に入るかなというふうに思います。なんでどっちにしても、まあ、トップレベルの人たちのレーシングシューズカテゴリーっていうよりかは、それ以降ですね、サブ3以降ぐらいのタブ3から初心者、これからマラソン始めるっていう方向けの方がね、まあ当てはまるシューズなのかなというふうに思います。なので逆にサブ4とかサブ 4.5 とかのランナーにおいては、カーボンプレート興味あるよっていうランナーはね、まあ比較的いいのかなというふうに思います。しっかり自分のタイミングでね、離して推進力を生んでくれるというようなね、シューズになってます。で、最後に、このニトロフォーム。この紹介をしていきたいなというふうに思います。で、なんでね、僕ここが一番の魅力かって言ったところなんですけども、まあカーボンプレートが搭載されているので、やっぱこっちに注目行きがちなんですけども、僕はこのカーボンプレートよりもこのプーマオリジナルホーム材ニトロホーム、これがねとにかく僕は魅力的だなっていう風に感じているんですよね。で、さっき言ったように、まあ走力問わずどんなランナーでも恩恵を受けられるカーボンプレート搭載シューズという風に言ったんですけども、確かにカーボンプレートの作りはそんな仕様になってます。だけどももう一個大きな理由があって、このニトロホームがこんだけふんだんにフルレングスに搭載されてるっていうところが一番のミソなんですね。ね、今回、まあ、プーマがオリジナルで作ったニトロフォームなんですけども、一言で言うと、めちゃくちゃ柔らかくて、めちゃくちゃ反発性が高い。まあ、一言で言うと、そんな感じなんですけども、このニトロフォームがフルレングスにツバーっと入っているっていうところですね。まあ、通常他の商品とかで言うと、こういうフォーム材がかかとだけとか、前足部だけとか、そんな仕様が多いんですけども、こんだけふんだんに入ってるっていうところは、どこの部分で設置したとしても同じようなクッショニングと反発を得られるっていうところが特徴なんですね。で、このニトロフォーム自体が柔らかくて反発性の高い素材になっているので、かかと部分についてももちろんこのクッショニングの反発を得られるし、ミッドフットでも OK、 前足部でも OK、 どこでついたとしても同じようなクッショニングの反発性をもらえるっていうのが特徴ですね。で、今回このニトロフォームの反発性がめちゃくちゃ強いんです。で、言い方悪いんですけども、カーボンプレートの推進力が霞むぐらいニトロフォームの反発性が高いです。こんだけ反発性の高いクッショニングっていうのは僕は珍しいなって思うぐらいめちゃくちゃ強いです。正直カーボンプレートが本当霞むんじゃないかっていうぐらい。ただ
カーボンプレートの推進力っていうよりもクッショニング自体、フォーム材自体に反発性が高いものっていうところで、どんなランナーでも万人に対応するわけですよね。まあカーボンプレートのシナリオだと設置のタイミングとか踏み込みの強さによって推進力って変わるんですけども、クッショニング自体が反発が強いものに関してあれば、ペース問わずどんなランナーでも同じ平等にね、まあ恩恵を受けられる、まあそんなね仕上がりになってるんで、まあどんなランナーでもまあ恩恵を受けられるシューズっていうのはね、そこがミソなのかなというふうに思います。まあ実際にとにかく履いてもらいたいなという感じがします。まあ足を入れた時のフィット感と、このかかとをね、キャッチしてくれる感覚は今までのプーマのランニングとやっぱ一時が違うし、走り始めた瞬間やっぱ分かると思います。このクッショニングの反発性の強さ、そして最後自分自身で踏み込んだ時のこのカーボンプレートのしなりっていう感覚、これはね今までにないね初めての感覚にね近いものなのかなというふうに思いますので、まずはね実際に履いてほしいなというふうに思います。でこちらの DBAニトロ、すでにね、ホームページ上で予約販売をしておりますので、まあ、細かくはね、プーマの公式のサイトをチェックしてほしいなというふうに思います。今までにない感覚をね、試してみてほしいなというふうに思います。DBAニトロ、興味のある方はね、試してほしいなと思います。